はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、パンが食べたい日がたまります。パンね、しかし売っているパンはね、それなりにね、塩分が高いんですよ。そういうのは作ってしまえばええねん。そういうのは作ってしまえばええねん。ということで今日はですね、余ってるアイスケーキがありますので、それを使ってアイスクリームブレッドというものを作ります。アイスケーキにはね、砂糖が、ね、入ってるんですけどもね、あのアイスから砂糖だけを抜き取る技術はね、僕にはありませんのでね、そのまま使います。まあ仕方ないですわ、これはね。先日ね、日テレ系でね、その週一という番組あるじゃないですか、日曜日からやってるやつでね、その番組でね、紹介されたのね、やってみたくなったんですよ。で、アイスクリームブレッドの材料でね、アイス 400cc でしょ、で小麦粉 150g、 ベーキングパウダー小さじ1、この中にね、塩という文字がね、入ってないのでね、塩分はね、ないものとしてね、考えます。まあ、ひょっとしたらね、アイスケーキの中に入ってるかもしれないですけど、それはちょっと置いといて、塩っていうのも字が入ってないので、ね、もうなしなしでしますね。ほんでね、ちょうど最近ね、うちの息子らがね、食パンを焼いてね、ケーキシロップをかけたね、蜂蜜トーストっていうのにね、ハマってしまっててね、まあ、蜂蜜ちゃうんですけども、甘くて透明でトロトロしてるやつっていうのはね、蜂蜜だと思ってるんで、ね、別にいいんですよ。そんな蜂蜜トーストってやつにね、蜂蜜風ですよね、蜂蜜風トーストにハマってるんで、まあ、今から作っていくパンもね、蜂蜜トーストになったらいいななんてね、思ってます。それではやっていきます。はい、では今からね、パンをね、作っていきます。アイスブレッドですね。でちょっとね、さっきね、材料をね、さっきね、分量紹介したんですけども、今ね、アイスを測ったらね、 220g しかなかったんですよ。これも溶けてるんですけどね、こうやってね、これも溶けてるアイスですわ。アイスケーキね、ほんまは形あるもの見せたかったんですけどね、ちょっと写真も撮るの忘れてたんでね、すいません。これがね、だから 220cc あるんですよ。で、さっき400って言ったんですけど、220cc しかなかったので、だから小麦粉を150のところを半分の 75g 入れます。で、ベーキングパウダーを小さじ1杯のところをね、小さじ2分の1入れます。で、作っていきます。今日もね、あの説明書見ながら作っていきますんでね。作り方、調理時間55分、もうすごいな、短い。オーブンは180度に予熱しておく。今からじゃあ180度に予熱しましょう。180度に予熱しましたよ。小麦粉とベーキングパウダーを合わせて振る。小麦粉とベーキングパウダーを合わせて振るから、小麦粉 75g ですね、入れます。薄力小麦粉って書いてますけどね、まあどこの家庭にでもあるところにでも売ってる小麦粉を使いますね。他知らないんでね。75g、65、73、75、よし、ベーキングパウダー、ベーキングパウダー、日清ベーキングパウダーね、これもどこにも売ってるやつでしょうね、きっとね、奥さん買ってきたやつなんで。4g か8袋、小さじ1って書いてあるから、これ半分入れたらいいのか、小さじ1、まあ、半分、2g 入れようか、2g 入れますね、これの半分なんでね、2g、よし、2g 入りました。小麦粉とベーキングパウダー合わせて振る。今日も振るいますよ、これでね。これを合わせたやつを振る。混ぜなあかんの。振るってる時にね、混ざりますよね、こんなんね。一応ね、ただの粉でございますけども。よし、じゃあ、振っていきます。振っていきます。ね、何を見せられてるんでしょうね、皆さんね、これね。よし、振るいました。ほんで、これを溶かしたアイスを加えて混ぜる。はい、混ぜます。はい、振るった小麦粉にアイスを混ぜます。えい、若干これね、あのチョコレート系アイスケーキだったんでね、チョコレートも入ってますね。お砂糖も入ってるし、チョコレートも入ってるし、十分やん。まあいっか、たまにはね、まあ塩入ってないんでね、この分ね、お砂糖のね、糖質とかっていうのもね、ちょっとは取った方がいいんでね、小麦粉でね、十分ね、取れますけどね。よし、でこれを混ぜすぎると膨らみにくくなってしまうので、粉っぽさがなくなれば OK。わからへんがな、そんなねえ、素人やのに。粉っぽさがなくなったら OK って言われてもねえ、そんな粉っぽさはどうでしょうね。危ない、髪の毛入るか、なんかわっ、髪の毛がこう入る入れへんの話でね、料理での話やったら、どこでしたっけ、どこの国かのその王女様でしたっけね、
王子様の嫁かな、嫁ってあれですけど王妃さんですね。その嫁が何かのクッキング教室にいた時に髪の毛を縛った後に手を洗わずに料理にまた参加したみたいなことをね、こう上げられてて、ツイッターとかでなんか叩かれてましたね、ネットとかで ね。髪の毛ってやっぱそんな汚いイメージあるんでしょうね。まあね、あんまり綺麗なもんとはまだ言われてないでしょうね、そういう風な料理のところとかやったらね。まあ、僕は美容師なんでね、なんていうんですか、髪の毛って別にそんな汚いもんとかっていう風に考えないですけども、てか混ぜすぎなのかな、こんなもんでいいんですかね。とりあえず粉っぽさがなくなれば OK っつっても、言うてる喋ってる間に粉っぽさ改善する忘れてましたわ。まあとりあえずこれで OK でしょう。パウンドケーキの肩に流し入れて上から数回トントントンと落として空気を抜く。一応こんな容器買ってきました。1回で使い切りのやつね。これでもパンって膨らみますよね、よう考えたらね。それは知ってるんですよ。だからこうなんていうんですか、こうきっちきちに入れすぎたら、まあ入れへんと思いますけど、入れすぎたら溢れますよね。ということは半分ぐらいにしといたらいいんですかね。これぐらいがいいやろうか。おっ、これがいいでしょう。まず1個目、これは少なすぎるかな、さすがにね。さすがに少なすぎるから2個にしようかな、ほんなら。せめてこれぐらい、まあトントンしてないけど、厚さでいうところの1センチぐらいでいいんかな。説明書には厚さとか書いてないからね、流しどんだけ流し入れるか書いてないからね。とりあえずこれを3等分にしましょう。あとの2つも入れます。2つでいけるかな。おっ、温めが終了した。はい、出来上がりました。こんな感じに詰めましたよ、生地を入れました。これを今から40分から50分焼くんで45分焼きます。で、焼き終わったのがっていうのは今日はないんですよ。なので、ね、今から45分間焼きます。45分なんかね、焼くの初めてですよね。オーブンって45分も使っていいんですか。電気代バカ高ないそうですけどね。まあ、その間に片付けとかもしながらね、時間潰していきます。焼き上がるんですかね。小学校以来のパンね、パン焼くやつですからね。調理実習っていうんですか、そうなんてね、やったことありますよね。なんかもっと発酵させて、いっぱいなんか切るようにこねて、丸めてってしましたけどね。このやり方でパンできたらめっちゃ簡単ですよね。小麦粉とアイスクリームとベーキングパウダーでできるっていうやつなんですからね。ほんまにできるかわからんけど、でもね、切るなんですから、何だっけ、週1か。テレビのその週1のね、日曜日になってるやつやったら、できてたんで、美味しそうでしたよ。いろんなアイスで試したらね、味付きのアイス、今回チョコレートですよ。バニラアイスとバニラの味やろうし、だから、今僕が飲んでる豆乳のアイスクリームとかやったら、アイスじゃなくて、豆乳の味のアイスクリームとかやったら、豆乳の、あれ、ね、パンができるんですよね。てか、お砂糖入ってないアイスクリームって売ってるんですかね。今度それ作ってみましょうかね。どうやって作るんやろ、お砂糖入ってないアイスクリームって。ね、まずアイスクリームを作るところを調べなきゃいけませんけどね。まあ、またあの機会があったら、まあ、多分作ると思うんですけどね。じゃあちょっとまだあと42分なんでね、ちょっとお待ちください。よし、あれ嘘、あ、焦げてるやん。出来上がりましたけど、なんとこっち焦げております。ほんで、思いのほか膨らんでません。なんでしょうこれ。いやわ、45分焼いたんですよ、ちゃんとね。ちゃんと焼いたのに。とりあえず出しますね。ちゃんとここから抜いて。あ、まだ抜く。うっすー。え、何これ。こんなパンってあります？こんなんですか？しかも、めっちゃ焦げてるし、外っかは。こっちも焦げてんじゃん。そういうとこ、こっちは後で。とりあえず割ってみましょうかね。はあ、全然あのなんか前に作ったクッキーぐらいな感じになってますね。こんなことってあります？パキッつった。パンやぞお前。ちょっととりあえずこれいただきます。
歯ごたえ、めっちゃ歯ごたえ。パンこれ、ほんまに。いや、なんかむしろ、うん。ちょっと甘い、柔らかいクッキーって感じですね。おい、失敗やんけ。マジかよ。うん、水分めっちゃ取られる。うん。口いった口内炎がね、深いです。もっとね、こうもっとね、ふわってしてると思ったんですよ。全然、ぺっちゃんこですやん。一応ね、45分経って、まあ、10分ぐらい粗熱を取って置いてたんですよ。でもね、こんな感じですね。失敗やな。ベーキングパウダーが足りへんかったんかな。でもね、割合的にはね、アイスクリームが半分やったから、小麦粉も半分にしてベーキングパウダーの半分にしたんですよね。今度はちょっとね、もっと膨らむベーキングパウダーをね、ちゃんとしっかり入れてみます。失敗。これ連続で失敗ですよね。チーズケーキも失敗でしょ。レアチーズケーキも失敗でしょ。で、パンも失敗でしょ。3回失敗しますわ。もうあかんな。なんでや。お砂糖を使って、塩を使ってない。お砂糖は入ってるけど、塩は使ってないパン。いや、もうパンじゃないな。塩は使ってない柔らかいクッキーになりましたね。ちょっとしっとりしてるから、濡れクッキーって感じですかね。濡れおかきならぬ濡れクッキーみたいな感じですね。あー、もうこんな満員とかなんか、まあ、クッキークッキー、うんうん、あの前作ったクッキーよりこっちの方が美味しいです。甘みがあるんでね。そうか、このやり方やったらクッキーができるんかな。いや違う違う、これはパンの作り方だからまた別ですよね。くそー、こっちもね、ちゃんとね、後日食べますんで。うん、ちょっとしっとり柔らかいですね。くそー、こんな状態で終わってしまうなんて実に悲しいです。まあでも知らないです。これもね、初めてなんでね。うん、まあこの経験はね、ついに生かしたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。